わかんない。これ別にいいんじゃない。これどこで消すの。バツだろ一応。バツだってバツ押せない。だってセレナ買わねえぞ。せ買ってください。でもセレナ俺見たけどね、いい車なんだよな。あ、欲しくなっちゃいます。足にさ、あ、じゃあ下に足をかざすだけで動く。ドアが開くんだよあれ。すげえ。横のドアが。え、すごい。でも本当にこれできないんだけど。笑わせてくれ。違う、本当見て。行くよ、バッて押すよ。こっち。ほら、なにこれ。どうすればいいのこれ。一番上を。他の画面押してダメ。遊戯王とかさ、なあ、ダメダメ。うわ、バグだ、バグ。ちょっと本当に。私、バッて押してるよね。指が毛むくじゃらで。毛むくじゃらじゃないでしょ。え、本当、じゃあちょっと編集長押してみて。ほら、あ、これなんかね、2つ反応してるぞこれ。行かないといけないのかこれ。結局、ここ、嘘、ここで、ここで終わり？これ何よ。嘘、これなんか、あ、元に戻す。嘘、広告が消せない。その下の閉じる関係ないですもんね。あ、閉じた。え、なんで？そこかよ。さっきのなんか選択肢までやって閉じるんですかね。なんですかね。ちょっと本当セーブした？したしました。うん、これ本当ね、操作が悪い。もうやだやだ、本当にやだ。操作が悪いんじゃなくてわざとそうしてんの。ねえ、もう本当やだ。ねえ、やだ。高く行って。え、これ待ってください。ちょっと待って、本当に待って、ごめん。一回ここでセーブすればいいじゃん。今。そう、ここにちょっとここでセーブ。何回もセーブできるのかな。多分何回でも。多分毎回これが出てくるんじゃない、ね、あ、閉じる、下の閉じる、押さえ大丈夫。あ、ほんとだ、うん、下のよくわかんないけど、これ待って、出て、上行って、うん、え、なになに、びっくりした、なんで止まったの。上行って、左行って、ここオッケーオッケー、行くよ、うん、オッケー、取って、行くよ。そうそうそう、ね、もうほんとダメ、私の操作がね、下手くそすぎて、行くよ。はい、取って、くぎ抜き、レッツゴーレッツゴーパーティー。早く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 心臓の音で多分どうにかなんだろう。え、あ、出ていった。いかない、もう全然まだ。何勝手に出んだよ。私じゃないよ。だから OK だったから出たの。本当にバカ。え、どこに、あのさ、釘抜きですね。あそこのドアか、左側の。やだ、そこそこそこ、ちゃんと閉めとく。え、なんでみんないないの。え、あそこ何それ。これわかんない。何でもないんだ。落ち葉。ねえ。待って、ロッカー。ここ絶対出てくるってことじゃねえか。そしたら。これでセーブ。うん。よしよし。これ出てくるってことだ。絶対出てきますね。セレナ。セレナ、落ち着きのセレナ、本当に。もうこれ終わる間際に俺買ってそうだよ。これは何かある。何かある。おお、来たよ。でもなんだろう、青く光ってもう。行きたくない。これ絶対煽り出てくるよ。え、こっから。うん、え、違った、動画を見て青…あ、なにこれ、青線を入手しますか。これ一回動画見て、最初のマスクかなんか着てるやつですね。一応見とく、見ときましょうか。ポチ、はい。あ、なんか優しい、癒されちゃう、これ。トキングヒーバー、よし。え、なにこれ、通知受け取らない。びっくりするもん、通知は。本当にねえ、これさ、開けたらいるんじゃない。いるかも。行くよ、お化け。へえ、いないんだけど。マジでピースをね。ねえ、ちょっと待って、ほんとさ、私こまめにセーブするタイプだけど、いいですか。ここでセーブするじゃん。ほんとこまめ、初見プレイですから皆さん、ほんとこまめにセーブするタイプだから、私死にたくないもんね。そしてピースをはめ込む。ええ、これ持ち物とかないんだよ、特に。なんかそういうの省いてそうですね。すごいね。アイテム、はめられない。あ、選ぶ。あ、こっから行くんだ。はめ込んだ。すぐ横で扉が開く音がした。ね、待って。そんな来ないって。いや、来るよ。私に思った。上行くじゃん。うん、え、どこどこ？さあ、こちら階段登って新校舎1階ですね。本当に？え、今地下にいたの私たち。え、そっち違うだろ。何？何それ？階
階段壁かな。ねもう超バリバリにさバリバリこいつ邪魔じゃん。完全にあれだね、あの木でさ窓とかも塞がれてんだね。ね青いお化け何？なんでこんな明るいんだ？これはあグリーンプラスブラック。ちょっとこれこれメモっといた方がいい系だなこれ。あれはそういえばあれも手に入れてませんでした。私なんか消されてるやつアイテム。これ塗りつぶされたメモ。あこれね。これグリーンプラスブラックって書いてあったな。これ多分数字が書いてあるんですよね。ちょっと使用するって消しゴムないのかな。グリーンプラスブラックだったよな。そうですね。グリーンこれで、あのもし消すあれ消すときはこれ使ってます。はい、ティッシュ。うち私大文字なの。ありました。はい、あった。イレイザーがありました。緑プラス黒。そうね。数字だぜこれ。数字。あだからあのなんかあれが消せたら緑プラス黒の数字をあそこに入れ込むってことですかね。あそうだね。えうちはここから来た？あここから来た。ねえやだ。え誰？あびっくりした。校長先生。なんかあるぞ。なんかあるぞ。あ待って、あるあるある。あ保健室か。体重計と3つのいろいろな形の、え体重計なんか、あ、奥系じゃない。あ、ここで緑と青のこれ体重計かかって あ、足すんか2つ奥。うわっ、え、なになに。あ、これちゃんと見とかないとダメじゃないか。ちょっとやべ、戻る戻る、ちょっと戻れない。あ、あれちょうどいい。あ、たまたま押したの。たまたま押したらこれだ。グリーンとブラックじゃねえぜこれ。あ、ブラックじゃない。じゃあダメだ。だブラックねえもんな。ブラックないですね。ちなみに緑が星、青が四角、赤が三角っぽいですね。え、緑が何。緑が星、うん、青が四角、はい、赤が三角かな、はい、お、なんかまた謎が。11から2から6。11引く、はい、11、いや、右2、右、6。これなんか頭使いそうだな、これ結構ね、これそういう系のゲームですよ。そういう謎解きっぽいです ね謎解きとしても面白そうな。そうですね。うわー、マジで怖え。これなんだよ、植物枯れてんだけど。わーわー、うわ、不穏な音楽が、はい、ここにあるってこと。あれ左端に見えてるなんだあれ。またあれだ、ムービー。これやっ、あー、あー、はいはい、待って、隠れて意味ない。ほらね、お、こういうやつなんだ。そこに隠れちゃダメなんだ、ね、見つかってるもん、知ってたもん。どこまでやってたっけ。あ、ちょっと癒される。いや、どこまでやってたね。もうセレナはいいよ、買ってよ。で、ここ見たか、さっきのさ、紙ってどうにかなんねえの。紙メモ用紙。そう、メモ用紙なんか、なんか、あ、びっくりした。だから、人がいるぐらいびっくりするんじゃねえよ。だって、びっくりするじゃん、青いんだもん。序盤も序盤だろ、これ、動画書いたって。先生、よかった、無事だったのね。もしかして先生もあの青い化け物に、みんなであなたを待っていた時に突然現れて、なんとか逃げたんだけど、みんなバラバラに。たけしの姿ありました、探しに行きましょう。あ、やった、仲間になったんですけど。あ、トイレに。あ、トイレも行けんのね。ちなみにここは女子トイレです。なんで断便がないから。いや、断便とか最近のでも小学校。あ、消しゴム来た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 。ちょっと待って、一回セーブしてからです。セレナはいい。あ、閉じるボタン出たな。出ましたね。セーブしてからにしましょう。うん。なんで。で、アイテム、アイテム、消しゴム使用。はいはい。おー、来た。あ、ちょっと待てよ。ブラック、ブラック、ブラグリーンブラックだから951と50足して1001。うわー、怖い。1001で開くか。まあ、4桁でしょう。1001。答える。開いた。ねえ待って、私ここで出てきたらトイレに逃げ込んで、トイレで。順調ですね。順調ですねこれね。行くよ、トイレに逃げ込むよ。私はトイレに逃げ込む、トイレに逃げ込む、何回も言う。 あいつどこでも出てくんだな。いきなり出てきますもん。
くりした、またびっくりした。あれ何だったの？なんもないですね。なんもない。ねえ、どこで出てきましたっけ？ここだ、ここだ。ここだよ、この先出てくるぞ。あら、トイレに行く、トイレに行く。いいよ。いや、ねえ、近い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 、誰ここ、トイレは隣やん、近っ。すげえな、今の近っ。トイレまで行けっか、今の行けないのかな。さっきの部屋、なんかちゃんと調べました。もう一つ調べた方がいいかもしれないね。ここ、うん、じゃあここで入ってやりましょうか、うん、そうね。お、イチチチチポン。じゃあ中入ってセーブ。ここはね、ひとまずセーブ。ああ、頭痛い。あ、分かったよ、青鬼をした瞬間にさ、セーブセーブじゃないの。え、そんな、もしだって失敗しちゃったらどうすればいいの。確かに逃げ、本がぎし。今何やった。なんか保健室の鍵かな、給食室かな。え、それクモの巣。クモの巣ですね。何セーブしてくの。いや、まだこれなんだ、給食室だね。給食室どこですか、ね、え、あの奥にいんじゃ、あんじゃないの、やっぱ鬼の後。あるかな、鬼、鬼の後ろ。鬼にはやっぱ走り負けしないようにしなきゃいけないんだよ。今セーブした？しました。待って、あの横のなんかネズミがいる。あれ、うん、すげえネズミ。またネズミか。ネズミのいる方向とかになんかあんだよ。ここだっけ。待って、そこ行った。あ、給食室。 お化けのとこ行かなくていいんだ。行かなくてよかった。あ、なんか光ってる。ねえ、やだ、ねえ、ネズミ来る。あ、ネズミ飛んでいっちゃった。で、ミーコンちゃんよくいるでしょ。いないよ、いないいない。そんな簡単にネズミいるような家じゃないよ。食べてんじゃないの。 あれ先生、どこ。あのネズミなんか持ってるよね。給食室、ここ捕まえましょう。あ、やべ、あ、これで囲むんだろ。囲むんだよ。チューチュートレインみたいな。チューチュートレインじゃね、チューチューロケット、ロケットみたいな。今そっち側にいるから今囲んだ方がよかったね。押して、なんかね、押せないの。押せない。あれ、え、なんだ、押せないの。押せない。1個だけ押せた、だけ押せない。これも押せない。これ押せるかな。押せない、押せない。あ、これ、こういう感じかな。あ、こういう感じだった。え、なになになに、ね、びっくりした。こっちの画面が真っ暗いな。あ、でも周りのね、あれ怖いんだって。え、ちょ、待って、考えてやれよ、もう。あ、いいこと考えた。あ、あぶね、あの奥にこうやってヒュー、もういねえじゃねえか、ネズミ。あそこいますよ、います、大丈夫。上にいますね。一個だけじゃ無理だ。法則あんだよ。あ、そこそこ、そうそうそう、法則あんだよ。ちょっとずつ、あー、何回か動かしたらもう移動するようになってます、ね。そうそうそう、法則があんだよ。で、一個ずつじゃなくて全体的に移動させる。うわ、邪魔だ、お前。ダメ？あの奥にね、奥の一番奥のところに。あ、奥にさ、一個置くしかないよな。そうそう、あれが一番いいんじゃないかなと思ったんですけど。じゃあ、もっといろんなの動かせよ、ちゃんと。一個だけじゃ無理だよ。じゃあ、もっと他、これも？でもっと上から、そうそう、それでも動かせねえじゃん、それ。多分ここにいるんですよ、ここに。そこだと思うんだよね、俺も。あ、そこにいる？そう。じゃあ入った瞬間に、ほら。あ、ちょっと下手くそ。いや、だからそれ早いよ、まだ、それ。まだ早い。え、でも。入った入った入った。だから、あ、右のやつを持ってきてろっつってんだよ。え、ちょっとやってやって。分かんない、分かんない。なんで右のやつ持ってきとけばいいんだろう、こっちに。入らなくない。分かんないよ、入るのか入らないのか。それで、それで、なんか動かすとこいつ動くんだよ。そうそう、ギリギリまでこうやってやっといて。そうそうそう、こっちとか動かせばいいんじゃないの、どうせ。ちょこまか、自分たちが。お、来た、ほら来た。皆さん、間に合うか。え、間に合わないじゃん。そんな早いの。じゃ、この近くでうろちょろした方がいいんじゃないですか。何歩か動いたらっていう感じですかね。そうね。え、怖い。ちょっとこれ多分ね、あるんだよ、動き方。え、でも全然来ないですね。あ、あ、奥まで入ったら近づきましょうよ。あ、もう行こう行こう行こう。え、あ、こういうことでしょ、多分。そう、でもそういうことですよ。そうでしょうね、そうでしょうね。
平行して降りてくれんじゃん。むずっ。おい、こっち来い。いやもう一個隣のマスで打ち替えるしかないのかな。そこら、そこで。もうちょいなんか狭めた方がいいかもしれないですね。鍋使って。鍋？お、捕まえた。お、捕まえた。捕まえた。すごい。やべやべ、行った行った行った。捕まえた。これを加えて逃げていたのか。オイルライター。もう十本。商品名出てねえや。オイルライター。ネズミは逃げられた。ネズミ。ね、来るよ。来ないか。セーブだけしてみましょう。ネズミ。はい。ねえ、もうやだ。私回した。やってほしい少し。はい、やっとよ、もう少し。だいぶヒントになってるよ。どうしよう。